ヤハローカーですとね、カードマスター、はい、本日はなんですけども、拡張動画2部目です。タイトルダサいから気にせんといてな。10ゲージから6ゲージについに穴に、イエーイ、しか思いつかなかったんだもん今日は。はい、まあ1本目の動画でですね、初心者用といいますか初めての方でも分かりやすいように解説まで細かくつけてみました。で2本目今回なんですけども、まあ中級者編とでも言いましょうか。はい、拡張器通してそこから、フレア、トンネルのピアスへの付け替え、接続までちょっとコツというか伝授というか、はい、お伝えできればいいなと思ってるんで、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。で、この後の流れなんですが、この後次にですね、まあ、1本目の動画に対してちょっと多かった質問にお答えしたいと思ってます。で、2項目目で実際に拡張するシーン見てもらって、で、3項目目、まあ、拡張からのその接続へのコツを見てもらいたいと思います。で、感想を喋らせてもらって、今日は盛りだくさんだな。はい、最後ちょっとカーからお知らせがあります、今後の。ではでは、本日も、よし、張り切っていきましょう。今のは決まった気がします。はい、多い質問です。なんだっけ、匂い、そうだまあ YouTube 始めて初めの動画も多分拡張だと思うんだよ。ずっと聞いてもらっててね、初めて言うね、そういうこと。まあ別にほっといたわけじゃないんだけど、答えんくてごめんなとか思いながら、まあ女の子特に気になると思うんだけど、そのどうしても初めは仕方ない、なんか組織液っていうんかな、うん、血じゃなくてなんか透明の液みたいなやつが、それが多分不敗臭につながるんだと思うんだけど、初めのうちは朝晩、拡張の場合はピアスを外す、消毒する、多めの軟膏で蓋をするイメージでやってあげてほしい。じゃあちょっとずつ絶対気にならんくなってくるから。で完成したら大丈夫、完成したらお風呂で外す、でボディーソープで一緒に洗う、で10分、まあか1時間ぐらい取るけど、まあなんかお風呂の自分のなんていうんだろう、水分ボンボンした感じが抜けてからピアスをつけてあげる。だったらもう普通の耳で折れると思う。またね、外で汗かくとかやってたら別なんかもなるけど、その辺がないからよくわかんないけど、だったら普通にいてれます。まあ毎日のケアですね。無理はせずに自分のペースで。さあ、じゃあ決戦準備です。表面はまあ綺麗に見えても、裏面もね、なんて言うんだろう、どうしても軟骨の場合余計だね、押し出すというか避けてきたりするんで、そのためにまず段階踏んで今回拡張してるんだけど、しっかり裏面も消毒してあげてください。で拡張器に軟膏を塗っときます。これやってるんとやってないんで全然入る感じ違うんで、しっかり塗っといてあげてください。でさ、今回10ゲージから8ゲージ、2.5 ミリから3ミリなんで 0.5 ミリの拡張ですね。まあ、この 0.5 ミリを小さい大きいどう捉えるかだけど、個人的にはまあ入ったな、もう入っちゃったな、こんな感じ。まあ期間空けてればスルッと入ります。2週間ぐらい置いてたかな、10ゲージで。でまあ今回一応解説なんで分かりやすいように拡張器通したんだけど、個人的には8ゲージまでは拡張器なしで普通のバーベルのピアスだけでどんどん拡張していけると思います、軟骨も。まあ、ピアス通すときは拡張器一回通した方が入りやすくはなると思います。スルッと入ってくれるんで、まあ慣れてない方とかは一旦通してからやった方がホールとかも負担かけないんでやりやすいかもしれないです。したいって思った時にする。はい、1日しか経てないんですが、蚊は今日やりたかったみたいです。前の期間も開けてるんでいけるかなと。下準備は一緒です。8ゲージから6ゲージ1ミリアップです。でまあね、いつもみたいに1本指でかっこよくスマートにピッて入れようと思ったんだけど、思いのほか入らなかったです。今日はノーカットでいきましょうか。なんて言うんだろう、硬いというより反発力って言葉を選ぶべきかな。すごい押し戻される感が強くて、拡張器もそんなにいいのじゃなくて短くてポンと急に太くなるから、あんまり軟骨の拡張にはこれ不向きかもしれない。言い訳するわけじゃないんだけど、2本セットで1000円とかのお安いのを使ってます。でまあ、うん、頑張る頑張るあれみたいな感じなんだけど、だからよし、ここね、ここが用意入れなくて、で OKOK ここなって感じで思って、ここ重要、見ててな、押し戻されるから、それに負けない力でじわーっとこんな感じ、こんなとこに圧をかけていくイメージで入れます。で30分ぐらいホールをなじませます。その後もう蚊はすぐにピアス付け替えちゃいます。この拡張器通しとくの、ずっと通しとくの邪魔なんで、
まあ、早くトンネルつけたいしというのもあるんだけど、うん、先変えちゃって問題ないと思います。もうホットピアスの接続と同じ感じなんだけど、今回一応シングルフレアを使いました。ダブルフレアよりね、個人的には穴が少し大きく見えるかなと思います。どっちでも好みで大丈夫です。で、この解説わかんなくいんで、もう一個解説動画つけますね。ネイル綺麗でしょ。今ケアしたから聞いてもらえるかなと思って一応紹介です。 Amazon のやつです。 Amazon の案件なんか置いてこないよ。カーにあるのか Amazon の案件で、まあよかったら使ってみてください。聞いてもらえるかなと思って一応紹介です。で、本題です。拡張器はまあ簡単にブスッと刺します。おなじみのシリコンの身にまだダイスがついたままっていう、はい、こんな感じでやっても痛くありません。分かりやすいようにこれ00かなってやってます。で、見ててな、ここかぶせるやろ。で、後ろを押さえながら、ここ後ろを強く押さえる。で、前を押す。ほんと後ろを思いっきり握っとくイメージで、スルッといける。ほんとこの感じ。何するのもピアスそうだけど、イメージが大事。ほんと一本の棒にするイメージで接続してみてください。はい、お疲れ様です。何か参考になってもらえたら嬉しいです。ほんと接続だけは得意なんで、コツ伝えれたか分かりませんが、はい。で、感想なんだけど、まあ、感想っていう感想もないんだけど、久々楽しかったです。やっと拡張したなって感じが、まあ、6だと思ったんだけど、ここでやっと、まあ、拡張の痛みが出てきました、まあ、そんなやばい痛みもあれだけど、うん、ここだなって感じで思いました。で、楽しかったって言った後にお知らせするのは何なんですが、2点お知らせです。まあ、アウターコンクの拡張、本当はか、はじめ2か00まで持っていくよみたいなね、その間まで持っていくよって言ったんだけど、一旦止めさせてください。ごめんなさい。本当は楽しみにねしていただいた方もいてるかなと思うんですが、今の耳見て本当に可愛いと思いますか？多分な、アンバランスだと思うんですよ。なんでアウターコンクここにもう一個開けて、それを6までとりあえずして、で66でなんかちょっと2つ揃った目みたいな感じにするか、46に今並べるかっていうのに今悩んでます。はい、なんでちょっとだけもう一回そこやり直しなんでごめんなさい。で、まあそれでもさ、なんか言われるの尺じゃん。あれれビビってんのみたいな思われるの嫌なんで、実はプライベートでなんですけど、その撮影が終わるたびに、そうピアス、拡張したピアス浮いてくるじゃん、バーベルのピアスが。もったいないじゃん。じゃあインナーコンクに移植しようみたいな。じゃあインナーコンクやってたら1個ずつずらしていたってやってたんで、アウターコンク今6やろ。だからインナーコンクが勝手になんか今8なんですよ。はい。で、やってたらインナーコンクの方が多分痛み強いなって思って、インナーコンクを拡張したいなって思い出しまして。なんで真ん中に大きい穴開いた方が全体的にバランス取れると思うんで、インナーコンクを、まあ、0とりあえず目標でやろうかなと変更させてください。ごめんなさい。な、いいですか。その方がいいと思うよ。だってなんかちょっと、それこそ誰に言ってんのって言うよ。いや、言ったことやれよって言われたかも絶対そうやし、それ間違いないと思うし、あれあれ逃げた、ビビったからそうやって変更したんでしょうって言われるのすごい尺に触るんで、誰に聞いてんのなってなっちゃうんで、インナーコンクを00まで持っていくか分かんないけど、まあ0か00まで拡張します。変更ごめんなさい。変更あんま好きじゃないんだけど、これだけは譲らないです。はい。で、最近、まあ、ピアス動画増えてくるよって前々から言ってて、増えてきた中で、結構心配の声がたくさんいただけます。本当はそれはそれで嬉しいんですが、かは楽しんでやってます。その心配される声がすごい、すごいごめんなって逆になっちゃうんで、全然心配しないでください。てか、むしろなんか、普通の動画出すより、ピアス動画は、なんか、対価を払ってるっていうか、通行料ってやつだ。本当まあ、自分が唯一、やれることというか、まあ痛みも人より鈍感というか、なんでちょっとそこを心配はしないでください。はい。なんでまあこれからもカーの人体改造楽しんで見ていってもらえたらなと思います。もちろん可愛いものに最初仕上げるんで、まあ順を置いて、あ、こんなになってきたんだって見ていってもらえると嬉しいです。はい、ではでは本日は以上で終了となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、カーでした。ありがとうございます。
これめっちゃ可愛くない？また集合体恐怖症って怒られちゃいそうだけど。てか赤ネイルこの時に本当にいいなっていつも毎回思う。